今日もまたリスナーからの質問です。はい、今日ご紹介するのも先日に続いてシニさんからの質問です。音からの単語の調べ方、英語に限らずアルファベット文字ではそう思いますが、英語で発音のみ覚えていてスペルが思い出せないといったケースがあると思います、うん、このような時どう調べますかということですが、これはあのジョリーにぴったりな質問ですよね。翻訳をしている時にどういうふうに調べるんですか。翻訳ってのはでももう原稿があるの。そうかそうか、あ、そうかそうか、そうか、oh, that's right. 音からでもないですよね。たまになんか聞いて面白い言葉でどういうのかなと思ったら、もういろんなスペルを打ってみます。今は楽ですよね、うん、なんかあるんですよね。だって Google とかでスーサーチすればすぐになんか出てくるし、うん、スペルが間違ってればこれが上に出てきますね、うん、ね、サジェスチョンが、うん、だからそういうふうにあの調べたり、うん、先日も話したんですけども、うん、基本のこっちでいうあの小学生のグラマーで習うんだけど、基本のフォニックスっていう習い方で英語をこっちの子供たちを習うんですけども、スペルの習い方、うん、フォニックスっていう音からスペルをするんですね、うん、だからそのベーシックがこっちの人は知ってるので、それから一つずつ文字ずつこうサウンドアウトっていう言い方なんですけど、サウンドアウトしながら調べるんですよ。だから例えばコインだとK か C かどっちかなんですよね、うん、So it's coin. If you say K, K で調べて coin, O, E, E か I ですよね、どっちか、うん、でも basic は I、うん、right? In a word, you don't say coe, C-O-E は絶対ないですよね、うん、So you say co, okay, it's I, long I, coin、うん、で辞書でから調べて、そういうふうに調べていかなければ、あ、他の方法はないと思うんだけども、うん、まず最初のK の音から調べて、うん、K か C、right? うん、それから徐々にこう一つずつ文字ずつ、ね、サウンドアウトしながら、うん、あの調べると思うんですけども、あとはダブルサウンド、うん、コックローチのダブルサウンドの O、 ローチ、うん、O は O だけじゃないですよね、うん、o、 長い O のサウンドは OA かO プラス、oh. あ、言葉が入って最後に E がつきますよね、mm-hmm. だからそういうルールが子供の時から教えられてるので、mm-hmm. そういう風になってきてるので、やっぱりその基本フォニックスのが基本、mm-hmm. それで読んだりスペルしたりするんですね、mm-hmm. あとはそのコックのコークローチのクの音、mm-hmm. COC でもあるし、あとのクのサウンドは、mm-hmm.C-O-C-K C-K はなぜ C-K になってるのか分かんないんだけども、うん、そのK っていうのが C-K のサウンド、うん、そう、Cockroach っていう C-K っていう音もあるし、あと O-O Double O の U っていう音、うん、Igloo、うん、Igloo は O-O ですよね、うん、でも知らなければ Glue、のり、うん、Glue の、うん、のスペルはGLUE の UE の U のサウンドもあるから、それもまたベーシックで習うんですよね。だから U に E をつけると U が長くなる、 U っていう音になる。あとは OO、 エグルーのように OO もあるし、昨日やった EBGBs のスペルは どんなスペルだと思いますか。EBGBs、 E から持つなんで、これは本当の言葉ではないから難しいんですけれども、もちろん E が入ってるんですね、うん、でもこれは H から始まるんですよ。実は Heebie-jeebies よりも Eebie-jeebies の E っていうのが H が入るんですけど、 Silent H が入って、はい、H-E-E この Double E の音が Tree とかね、うん、その E-B、うん、で B、うん、そう、最後の E は I-E なんですよ。 I-E から最後に来る E の音は Y か I-E、 どっちかなんですよね、大体 Eebie-jeebies、うん、だから E-B-H-E-E-B-I-E G-B's も同じで、あの J-E-E-B-I-E-S、 だからこれも難しいですよね。だから全然聞いたことない言葉急にスペルで単語を調べないといけないときはね、だからそういう風にルールがあると分かりやすいんですけれども、知らなければもうジョーリーみたいにサウンドアウト E-B-G-B's で、まあ、コンピューターが一番早いですね、使い方は。それと日本人はそこにもう一つ厳しいのが L と R、はい、どっちかなって思います。そうですよね、うとか思って、だからどっちも打ちますね、スペルで喋る時、はい、で最初なんか Flower の発音が難しいって、うん、FL の発音が難しいって言ってましたよね、うん、例えば Flower、 Yes、 それはお花と、もうほぼ小麦粉も一緒に、まあ、ほぼ一緒にあんまり考えずに、はい、それと床の
フォア、これがなんか難しいんですよ。なんかですね、スペルからいきますと、うん、フラワー、まあ、お花、花のフラワーは OW ですよね、うん、そのまたこれはダブルサウンドで、うん、ダブルレターのファニックスから来るんですけど、これは OW っていうのは青っていう音で子供たちが鳴るんですね、うん、子供の時から、うん、cow cow right flower owl flower flower そう青から習うから、うん、フルアウアから3つに分けます。フルフラOW and ER、うん、ER flower flower この3つに分けてこれをサウンドアウトする、うん、flower flower それを早く言うとどうなるかなっていうと flower、うん、right floor はどういうスペルですか。 FLOOR OO ですよね、うん、からこれはウーじゃないけれども、うん、この R が入るからまた、うんうになるんですよね、うん、フロー、フロー、なぜか、うんうん、そうフロー、うん、から、うん、おフラワーの OW は違いますよね、うん、からフロー、オーとフラワーの違いなんですね、口の開け方が全然そうなんですよ、うん、からベーシックのフォニックスの音から習うと一番簡単なんですね、うん、だから小学生のこっちのアメリカ、うん、カナダの小学生の本を見て、うんフォニックスから習い始めた方が発音が良くなると私は思うんですね。あ、じゃあもう一回そう私も日本で小学生に英語を教えた時にこういう教え方をしてて、うん、OW はどういう音かってカードを見せて、うん、青って、それからだと思うんですね、やっぱりカナダ人の英語の習い方は、うんうん。